レアルマドリード1、にアラベスラリーガ、11節、ラリーガ第11節のレアルマドリード対ラベスが現地時間28日に行われた。試合は1、2で、無のレアルマドリードが敗れた。今 C のレアルマドリーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、チャンピオズリーグではインテルに連勝して、立て直し、レアルマドリードだが、リーグ戦ではよく、いい立ち上がり。開始3分、自分たちのミスで相手、CK を与えてしまうと、この CK からのピンチでナチ、がハンド。PK を献上してしまう。これを決められ、な形で先制を許した。レアルマドリードは28、アザールが負傷。交代を余儀なくされる。押し、見続けるが、同点弾は決まらず、1点ビハインド、折り返した。後半開始直後、レアルマドリーは再び痛いミスが出てしまう。バックパスをケタ GK クルトワが中央に繋ごうとして失敗、セルにインターセプトされ、そのままガラソラのゴールに決められた。前半に大ピンチでビッグセーブを見せていた守護神だが、今度は5、ルを献上してしまう。その後、レアルマドリードは交代枠を使いながら巻き返しを図るも、かなか、決定的なシーンが作れない。アラベの守備の集中も切れず、点差を縮めることが来なかった。レアルマドリードは86分、CK からよ、約ゴールを奪うも、残り時間で追いつけず、号終了。レアルマドリードは、リーグ戦で3味、白星なしとなっている。得点者、5分0、1ルーカス・ペレス、アラベス49分0、2ホセル。アラベス86分1、にカゼミーロ、レアルマドリード、両。